どうも、ムラです。今日やっていくゲームはこちら、夏幽霊でございます。もう暑いね。最近はすごい暑いでございますよ。皆さんはどこか遊びに来ましたかね。夏休みですよ。まあね、まだ遊びに行ってない方は遊びに行ってください。勝手にどっか行ってください。ってことでね、一緒に、夏幽霊遊んでいきましょう。それではスタート。きっと理由なんてないんだと思います。ただ私は出会ってしまったあの恐ろしい。怖いな。怖いな。あなたは男の子？女の子？まあ、ムラはね、もう、声を聞いてわかる通り男でございますからね、女の子で来たいと思います。そうだよ。あれは、私がまだ小学生の時だったから、もう10年以上も昔の話です。私の家庭は、いわゆる、転勤族というやつで、その年の4月に、T 県の K 町というところに越してきたばかりでした。私があれと出会ったのは7月の終わり頃、ちょうど夏休みに入ったばかりのとても暑い日だったと思います。一緒だね。その日はクラスで一番仲の良かった A ちゃんの家で遊んでいたのですが、夢中になってしまっていたのでしょう。ふと時計を見るとかなり遅い時間になっていることに気づいたのです。驚いた私は慌てて A ちゃんに帰ることを告げ、日の落ちつつある空に焦りながら家路を急ぎました。すっかり遅くなっちゃった。やばい、絶対怒られる。それにしてもさっきから人が全然いないような。確かに。それになんだかいつもより静かな気がするよ。あね、あれ？おかしいぞ。急に。そんな時でした。ふと前方に気になるものを発見したのです。進む道の先に白っぽい服を着た人が電灯に照らされてポツンと立っているのが見えました。なんだか気味が悪いな。じっとしたまま動かないし、何やってるんだろう。なんか持ってるよね。なにこれ、スイカ？スイカ持ってんね。その様子を少し不気味に感じた私は足を止めてその人の様子を伺いました。もしかしたら危ない人かもしれない。私は進むべきか引き返すべきか悩みました。今思えばこの時迷わず引き返していればあんなことにはならなかったのかもしれませんね。はいはい、積んじゃったのね。怖い、やだ。あれ、いつの間にか、やだ、こっちを見ている。それは手に大きなスイカを抱えた女の人でした。顔は影になっているのかよく見えませんでしたが、相手もこちらに気づいたことは気配でなんとなくわかりました。なんだか気まずくなった私はさっさと通り過ぎてしまおうと足を早めようとしたその時でした。うお！やだ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 。ね、逃げろ。待って、俺さキーボード使うの苦手だからさ、わかんないのよ。ガイドカーソルについて、移動時画面使わないよね。目的の場所への大まかな方向を指しているのでうまく活用しましょう。そういうこと？了解。ちょっとこっちに。走れ走れ。怖い怖い、やだやだやだ。ここに軽くマジで隠れんの？にゃー、やだー。うわー、やだやだやだ。
くなった？ドーンじゃない、やだ。なんだったのあれ、スイカのお化け？とにかく家に帰らないと。空き地について、マップの各地には空き地が、はいはい、存在していますので、空き地にはね、回避ポート、セーブとかだろうな、なんだんだかたん。あ、走ると暗くなんだ、周り。うわ、怖いなぁ。やだなぁ。早く終わりたいなぁ。やだなぁ。そっちから帰れんの？ってさっきまた来るんじゃない？また来るんじゃないの？嫌なんだけど。ダーンって来そうで嫌なんだけど。助けてー！こっちじゃないらしい！帰り道こっちじゃないらしい！こっち？あー、来てるー！いや、ちょっと待って、どう、オッケー。怖すぎでしょ。なんなんこれ。無理なんだが、うわー、ちっちゃい子供。クスクス、クスクス。クスクス、クスクス。ねえ、あの子、夏幽霊に見つかっちゃったね。見つかっちゃった、見つかっちゃった。とってもかわいそうだね。かわいそうな子供。お前はもうおしまいだよ。クス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 。夏幽霊？あのお化けのことを言ってるの？知ってんの？逃げられないよ。え？夏幽霊からは逃げられない。お前もこっちへ。お前もこっちへ来い。こっちへ来い。クス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 。わお。消えた。あー、夏幽霊、それがあのお化けの名前。そうなの？セーブしようぜ。これセーブじゃねえわ。セーブどこだ？あったあったあった。いやー、怖えな。やだな。やだな、マジで怖えな。死の道飛んでる。死。なんでそんなところに。あー、やだ。やだ、すんごくやだ。すんごくやだ、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 やだ。怖いよー。怖いよー。あー、やだ。あー、やだ。あーやだ。あーや、うわー、逃げれるわけねえじゃん。コン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 、無理じゃん。あ、わかった。逃がさないで出てきたら、ここ走って、こん中に入んのね。あ、了解。で、声が聞こえるから、声ら辺が聞こえたら、歩けばいいってことでしょ、きっと。はい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 。で、こっからゆっくりゆっくり。あ、来た！オッケー！なんでー？逃がさないじゃなくて、なんか、ブーブーブーって言うから、そしたら、で、姿が見えるはずだから、そしたらダッシュで走ればいいんだけど、オッケー！今来てたよね。あれ来てない？あ、来てる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 。あ、これでいいってことか。はい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 。なんか、青鬼みたいやな。やってることって。はいはいはい。暗くなります。ま、これで大丈夫なのかな。出まーす。うん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 。そういうことだね。で、セーブしましょう。よし。行くよ。で、これで、進展があるはずだと思うんだよね。ないのかな？ルルルルルルみたいなことはないと思うんだよな。また来そうで嫌だな。でも嫌だな、嫌だな、嫌だな。マジ俺さ、そう、こういう雰囲気があるものってすんごい怖いからさ、苦手なんだよね。バーとか来るやつとかって、不意が苦手なんですよ。あ、オッケー。不意に来られるのが本当にシンドバッドだから。オッケーオッケー。この中は、あ、セーブしよう。オッケー。ここ隠れる場所あんの？ちな、あー、あんじゃん。ここに隠れればいいのね。了解。よし。行くよ。で、ん？これは下に行かんといけんのか。下か。どこに下行けんのかな。こっから下行ける？こっから行けんのや。うわうるさかった、ごめん。うるさかった、ごめん。え、来てる？あ、来てるー！来てるーこっちだ。こうね。こうね。はいはいはい。で、こう。こうで、こう。了解です。
で、急いで急いで、どこにある？あったね。オッケー。はい。どんどん、どんどん、どんどん、どんどん。オッケーです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 。出まーす。はい。はい。はいと。怖い。はい。で、上矢印。上に行くってことね。上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 ね。怖いよ。急に来ないで。うわ、もういるー。走れ走れー。走れ走れー。公園のトイレに隠れろ隠れろー。なんかさ、このゲーム一応30分ぐらいでね、クリアするゲームらしいんだけど、俺遅いからさ、もっとかかるんじゃないかなと思ってんの。あ、こ、あー、はいはい、こう、こう行くだけね。うお、ちょっと、ちょ、ちょ、ちょ。あ、ここで巻くんじゃね？こう、あー、まいが、ごめんな。そんな重いスイカ持った状態でそんな往復させちゃって、おい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 。早くクリアしろって。上に行きたいんだけどさ、上から行けんくね。どうやって上行くんだろう。こっちルート、さっき、うお、ちょっと待って、なんか急に来た。またじゃん、またやってるよあいつ、何してんの。いやー、急に来そうで怖いな。これさ、上に行けなくない？さっき右行けんかったよね。さっきここ行けんかったよね。どうやって行くんだろう。急に出てきそうで怖いな、ここ。ほら、行けんのよな、ここ。うわ、ちょっと急に来た。またやってるよ。もういい加減気づけって。これやっぱ下ルートだな。下にどっかあるんだろうな、ルートが。でもどうやって行くんだ。俺さ、方向地だからわかんねえんだよな、道が。あ、急に来た。来た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 。こうか。こっちの道で公園に戻れるはずなんだよね。どこが公園だ。どこに公園あったかわかんなくなっちゃった。あ、どこだっけ。あ、逃げ切ったわ。あー、はいはい。ある程度走れば。あ、なんか違うとこ来た。なにここ。やだ。やだ。なに？うち？ここ。うちじゃない？ただいま？開かない。な、なんで？焦ってるよ。そうだ。鍵を、早く。カチャカチャ、カチャカチャ。早く、早く。入れた？開いた。えらい。ちゃんと鍵閉めてね。はい。ドキドキ。ドキドキ。ドキドキ。てん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 。こら！ん？ママ？こんな時間までどこに行ってたの？心配するでしょ？ああ、ああ。ママ。ふわー！なんか変な声出たよ、大丈夫？私は、無事に家まで帰ってこれたことに安心して、母の顔を見るなり、泣き出してしまいました。そして、その日はそのまま泣き疲れて、眠ってしまったんです。次の日、あの、夏幽霊のことを、父と母に、父と母に話してみたのですが、悪い夢でも見たのだと思われたようで、全く相手にしてもらえませんでした。結局、次の年には、K 町からも引っ越してしまって、もう、あれから随分と月日が経ちました。でも私は、この時のことを忘れたことは一度もありません。夢を見るんです。毎年、あの日みたいな暑い夏の日には必ず、あの恐ろしい夏幽霊に追われて必死に家まで逃げ帰る子供の頃の夢を、最近なんとなく思うことがあるんです。実はまだ終わってないんじゃないかって。あいつはきっとまだ私のことを探していて、それでもし夢の中で捕まってしまったら、私は、多分、ああ、もうやだ、何？ああ、びっくりした、終わりね。よかった。
はい、ということでね、夏幽霊どうでしたか皆さん、ビビりましたか。村子を見てください、めちゃくちゃビビりま、うわちょっと、何、やめてやめてやめて、急に来ないで、あーやだ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 だだだだだだだ、何何、今エンディングトークをしてるところよ。何ですか、ピンポンって言ってる。ん、あ、ここは自分の部屋、てん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 、誰もいないの、やだ、え、もうまた操作ですか、もう操作するの嫌なんですけど、クマさん、もうやだもうやだ、そんな連続で鳴らしてくるなんて、もう何かあるに決まっておる、決まっておるのよ。パパママいないの、もうほらやだやだやだ、もうはーい、うわほら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 、うわあ、ああ、あいつだ、夏幽霊だ、私のことを探しに来たんだ、逃げないと、早く、こ、俺が操作してる、俺が操作してる、はあ、はあ、ここまで来れば、あー鳥肌がすごいでございます今、うやーい、なんで開いてんのじゃ、見つかっちゃった、またあの時の夢、あれから10年の月日が経った。当時は小学生だった私も大学生になり、今では一人暮らしをしている。私が軽町にいたのは1年ほどで、それ以降あの町に行くことは二度となかったけど、今でも夏になるとあの時のことを夢に見る、ベロベロってなんだでも今日の夢はこれまでに見た夢とは少しだけ違っていた。最後のあれは何、あいつがうちに来て、それで今まで一度もあんなことはなかったのに、もうちょっと、何もうやだやだ、見つけた、確かにそう聞こえたよね、あ、マジ俺の声がでかすぎてちょっと、おお、あー、お、びっくりした、宅配便です、なんだ、何か頼んでたっけ、え、行くの、もうさやめようよ、怖いもん、セーブできるんだ、宅配便です、はい今行きます、チャイムやめてよ、護身用に包丁とか持っとく、あーまだ終われない、うわほらね、言ったでしょって、ちょんまげ、クス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 、逃げられないよ、夏幽霊からは逃げられない、うわ怖い、こっち見ないで、怖いから、何ですか、何、まだ続くじゃなかって終わりました、はいありがとうございました、皆さんどうでしたか夏幽霊ね、いいホラーゲームだったじゃないですか、怖かったでしょうね、私は怖かったですあのね、毎回エンディングトークが難しいのよ、全然できなくて、はい、制作者さんね、ありがとうございました、はい
もうまだ続くの？もう行って。あ、俺だけどさ。うん。あ、そう、今日から。とりあえず一段落かな。あとはまあ、おいおいって感じ。いや、いい部屋だよ。まあ、結構ラッキーだったっぽい。え、前の住人？いや、なんかさ、いなくなっちゃったらしい。お？うん。行方不明？ちょうど1年くらい前だって。ああ、大学生だったらしいけど。ははいや、俺も詳しくは知らんけど、まあ、ぶっちゃけ死んでるでしょ。いやいやいや、大丈夫だって。別にこの部屋で死んでんだんじゃ、ちょ、マジでやめろよ、そういうの。お前、俺がそういうの苦手って、あれ？おい、聞こえる？おい、もしもし。おかしいな、急に電波が。クスクス。まあ、そういうことですよね。はい。逃がさない。おしまいでございます。夏の幽霊。終わりに、2016年の春頃、押し入れの整理をしていると、見覚えのない古いカセットテープが出てきました。興味本位でそれを再生してみると、録音されていたのは大学生くらいとおぼしき若者が語る1話の怪談でした。この夏幽霊はその怪談を元にして制作したゲームです。ただしゲームとしての多彩を整えるためにある程度の脚色を加えており、また特定を避けるために地域名や人物名を伏せております。あーね、そういうことね。ガチである話じゃん。おまけエンディングを解放されます。いや、大丈夫です。はい。苦手なんで。最初から始めるからセーブデータを登録して10年後の家の中を調べて。いや、はい。あ、大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。誰か、やって感想を聞かせてください。またね。